はい、ということで、今回は10月の5日の月曜日朝やっていこうと思います。前回でね、新垣くん死にました。天田くんを守ってね、ストレガの手にやられてしまいました。やっていきますか。昨晩は大変なことになった。とりあえず学校に行かなければ。でも学校は普通にあるわけなんですよね。あ、本当に今回のことは残念としか言いようのないことです。彼には彼なりの思い描いた将来があったはずでしょう。そんな彼を目の届かぬところへ追いやったのは、ひとえに我々教職者の不徳でもあります。神道扱われるんだろうね。ストレガって連中に一応殺されたんだけど、でも影時間で起こった話やしな。我々はそんな彼の力になれぬまま暴力事件などという不憫な形で。暴力事件になったのか。許してくれ。校長の話は続いている。ったく校長、話長えよ。でも新垣って知ってた？学校来てなかったっちゅう話ですが、不良とかじゃないの？知らんけど。てか帰りて、模試の準備させてくれよ。なあお前ら、新垣君って知ってた？つうか同学年の俺ら知らねえのに知ってるわけねえか。暴力事件に巻き込まれるとか実際あるもんなんだね。よく知らない。お前が知らないだけ、黙ってろ。黙っててもらえますかね。ああ、なんだよそういう言い方は。問題。うるせえよ。は？順平。何立っちゃってんの君。私はめちゃめちゃお世話になったからな、楽器に。うるせえって言ってんだよ。いいより、座りなさい。くそ。いいじゃん順平、ほっときなよ。ねえ、今日真田先輩って見た？え、来てないの？真田先輩。いや、知らない。いるんじゃないの？来てないよね。え、このまま顔出さないのかな？大丈夫かな？真田先輩一番ショックでかいやろうな。一緒にね、施設で暮らしてた同士だし。ああ、ちょっと、いいか。ひろ先輩。あ、はい。今日、帰ったらラウンジに集合してくれ。要件は、わかるな。はい。まあ、急いで考えをまとめなくてもいい。正直、私も迷ってるしな。じゃあ、伝えたぞ。天田のことを…だよな。どう考えても、はあ、しんどい話っぽいな。いや、天田くんのことも心配だよな。ほんとメンタル、あれ小学生やで。マジで何回も言うけど、抱えていい問題じゃない。うん。あ、佐田先輩。よ、いつものあれを食ってきた。授業サボって食うラーメンの味が知りたくてな。意外といいもんじゃないか。誘えよ一度くらい。黙ってないで返事くらいしろよ。いつもそうだ。お前はいつも黙って勝手に行っちまう。こっちの身にも慣れてんだ。逆だと言いたいのか。そうだな、力だ理屈だって一人で突っ走ってたのは俺の方だ。幹を失ってから俺はただ力だけを求めてきた。力さえあればどんなものでも守れると思ってた。だがどうだ、お前まで先に行っちまった。必死な俺を笑うかのようにな。
そっか、真田先輩はもうあれか、妹も親友も失ったのか。戦ってりゃ死ぬかもしれないって俺は知ってた。なのに俺は戦うことに夢中で何も見えてなかった。いくらカッコつけて走ってみたって結局このざまだ。分かってるよ、シンジ。泣いてたって何も戻らないってんだろ。分かってるさ、それくらい。どうせ俺は俺であることから逃げられない。いい加減うんざりしてんだ。ん？なになに？え？だよお前。え？え？え？なにこれ？し、え？ちょ、めっちゃさ、涙ボロボロ流れてたんだけど一気に引っ込んだわ。え？え、進化した？ペルスナ、どういうこと？決意の心は真田自身に新たな力を呼び覚ます。あ、ポリデュークスがカエサルに、覚醒した。マジか。あ、先輩。お、え、これあれ？あの、テオルギアもう一個追加した、されたってこと？エレクトリックブロー。敵一体に耐性文字の電撃特大ダメージ与え、効果率で感電状態です。強くなった、先輩。先輩。これ他のキャラもそうなったりするかな。いや、大きいイベントがないとならないのかな。アマダの処遇をどうするか私たちで話し合おうと思う、はい、理事長も了解済みだ。アギス、彼を連れてきてくれ。了解しました。どっちも失うとか嫌なんだけど、ガッキーも天田くんも。ラガキ先輩が遅れる理由を言わなかった時、あれって思ったのに、私、ただ、私が気づいてれば、こんなことには。しょうがないだろう。君のせいじゃない。うん。事情を知っていた私こそ、もっと早くに気づくべきだった。俺、自覚足りなかったっす。遊びじゃねえって分かってたけど、こんなことになっちまうなんて。全然。過ぎたことを言ってどうする。シンジは最後にこれでいいと言った。まったく大したやつだ。死ぬって時に前だけを見てた。だから俺も前しか見ない。これでいい、うん。先輩、報告します。浜田さんが部屋にいないであります。なんだと。嘘。え、これ夜でしょ。どこ行ったの。夜なのに危ないよ。こじ開けたような跡が。浜田くん、ちょっとどこ行くの。風花、心当たりあるの。それはないけど、もうほっとけないでしょ。無茶よ、闇雲に探す気。だって私たちが探さなきゃ、天田くん居場所がないんだよ。私そういうのわかるから。天田くんさ、お母さんが亡くなった後どうやって暮らしてたんやろね。でも小学生だから危ないよ、この時間に歩かせるのは。ゆかりちゃんだってもっと分かってあげるべきじゃないの。ふうか、私、あなたのことは放っておけ。え、かばってどうする。連れ戻して何か変わるのか。秋彦、
あいつのけじめだ。どう生きるかは自分で決めるしかない。自分で決めるしかな。でもそれ我々と同年代だからさ、同年代だったらまだいいけどさ、高校生だし。でも彼は何度も言うけど小学生なんだよ、浜田くん。もうちょっとあれだよ、まあね、その辺考慮してあげた方がいいのでは。本当に探しに行かないのみんな。おそらくこの件は高度に刑事上的な問題であり、私の機能ではカバーできません。お役に立てる可能性低いと判断し、私はここへ待機させていただきます。なるほど。私ダメだね。冷静さをなくした私を止めてくれたゆかりちゃんにあんなこと言って。でも私、浜田くんが本当に心配なんだ。居場所をなくすってことがどういうことか私にはわかるから。結構の言う通り、これは天田自身が決断しなければならないことだ。子供並みには過酷な選択だろう。だがあえて私は心配しない。彼には並々ならぬ意志の力がある。自らの手で槍を取るほどの強い力がない。今回の決断も必ず下せる。なるほど、みんな信用してんだな。私やっぱ心配になっちゃう、本当ね。えなんか子供扱いしないでって思われるかもしんないけどさ。いやでもな、山田くんしっかりしてるけど何が起こるか分かんないじゃん。本当に居場所がないか、風花の言う通りだよね。もっと分かってあげるべきだったかも。山田くん今後どこでどうしてるんだろう。さ、すげえよな新垣さん、自分が死ぬってのにこれでいいって。なんだよそれ、文字通り永久に手が届かない場所じゃん。お前だよ、そんな場所まで行けると思うか。お前だって行けるさ。こんな時異常なんかますね、俺はそんな玉じゃねえって。でも純平は千鳥をずっと守ってるからな。結局どうしようね。いやもう空気最悪なんだけど。今日はあれかな、コロマルかな。うん、あ今日アイギスか。アイギスとの散歩あれだよな。タルタロスにも行けないし、本当にやることがないない。ヨバドコネを使うか。いやアイギスとやっぱ散歩行くか。じゃ一緒に行こう。本日もコロマルさんの体調や精神状態に異常はありません。少しいいですか。お聞きしたいことがあるんです。うん。今日調べ物をしていて不思議な情報を得ました。死者に再会できる時期があるという。どうやらその時になると魂が戻ってくるらしいのです。お盆のこと？これは一体どういうことなんでしょう。生命活動が終わり肉体がなくなっても魂なるものだけはどこかに存在しているということでしょうか。そう信じたいっていう願いみたいなのとおんやろな。新垣さんもアイギズコロマルさん、お帰りなさい。おや、それは。あ、ありがとう。私たちに持っていてほしいそうです。ありがたく頂戴しておきましょう。では、寮に戻りましょうか。はい、では10月の6日。普通に放課後か。推測ですが、新垣さんについての知らせに悲しむ生徒あまり見られませんでした。生前の人間関係が私たちを除き非常に希薄だったことが推測されます。一学期の試験なんて所詮序の口、二学期からが本番よ。あなたも図書室を活用するのにしっかり勉強しておいた方がいいわね。大丈夫、私天才なんで。二学期ともないわ。きっと本格的になってくるぞ。あ、緊張する。今日どうしよう。あ、コロマル。ああー、これは何、依頼の追加かもしかして。おー、ちょっと待って。まずはエリザベスさんのところに行こう。はい、素晴らしい。お、かけられてくれた。さあ依頼、私からのお願いです。メガネ拭きを持ってきて。
メガネそれは身につけるや否や知性があふれ出す気がする品でございます。そしてそのメガネを美しく保つためのメガネ拭きなる存在を耳にしました。メガネをかけざる者には不要の長物ですが、メガネユーザーに必須の品だそう。ぜひとも手に入れていただきたくよろしくお願いいたします。なるほど、お寿司。あなたとの食べ歩き以降、私の食への興味が尽きず、さらなる美食を求めていたところ、お寿司に関する情報を耳にしました。祝祭の時に食される神様の大好物の代物だとか、お寿司さぞ魅惑的なものなんでしょう。私も食してみたく存じます。なるほど。お待ちしております。これは武器だね。あとは私からのお願いです。あ、これね。はい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 。次のタロタロス。オッケー。なんかできるやつあるかな。はい、では夜ですね。おみくじ引いてきた。おみくじ。あ、はい。もしもし。あ、こちらエリザベスでございます。エリザベスさん、はい。タルタロスから来たぞ。聞こえてまいります。タルタロス、さらに進めますね。閉ざされていた、さらに奥へと続く道が開かれたようでございます。念のためお知らせいたしました。はい。ではより一層のご活躍をお祈り申し上げます。よし、さあ早く行きたいね。タルタロス、ん、あ、天田くん、ドサード先輩。まるで死んでるような顔だな。ここで何をしている。母さんが僕をかばって死んだとき、死んだ理由なんて誰も信じなかった。母さんは今もありもしない事故で死んだことになってるんだ。だからせめてはっきりさせたかった。それだけが弔いなんだって。母さんだってきっとそうだって思った。あの人も暴力事件で死んだってことになったんでしょ。本当のことなんて誰も知りやしない。母さんと同じに。そしていつも僕だけ残されるんだ。いや、真田先輩も一緒やんな。死んだ人間は戻ってこない。何をどうやってもな。だがお前は残された。俺は迎えに来たわけじゃない。歓迎をする気もない。そこがお前の居場所なら死ぬまでそこにいればいい。だが戦う気がまだあるのなら自分で扉を開けて戻ってこい。分かってるさ、そんなこと。そうさ、本当は分かってたんだ。全部ごまかしたって。誰かを憎んでれば立っていられた。だから僕だけで生きるのは怖かったんだ。そしてまたずっと逃げていたんだ。来い。荒垣さん、あとは僕がやっておきます。あ、じゃあ次のタルタロス、沢田先輩と天田くん連れていくしかないだろう。かっこいい。なんかあれやな、あのデオキシスみたいなポケモンのネメシス、カーラネミに覚醒。ほうほう、ね、主人公のも早く覚醒してくれよ。典型、味方全体を蘇生、 HP を全回復、物理と魔法を一回反射する。え、強すぎないですかこれ。チーターじゃないこれ、やば。さよなら母さん。僕はもう大丈夫だから。おお、もう丸一日か。
そうだな。つか、真田さんは？放っておけって言われたけど、そろそろ探しに行った方が。君はどう思う？放っておけばわからない。いやでも私は神様視点から見たからもうあの子は大丈夫や。戻ってくるよきっと。明彦と同じか。この前はさ探しに行こうって強く言ったのにさ今日は放っておこうって。大丈夫なんだろうな。はい、大丈夫。天田くんはそう言ってない。たく心配させんなよ。わかった。理事長には私から言っておく。休んでくれ。はい。あーよかった戻ってきた。おーよし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 。あいつ俺の想像斜めに泳ぎやがった。俺だったらもう少しへこむぜ。3日とか1週間とかさ、それがたった1日復活って全く油断ならんやつだぜ。いや強い子や。私は見立ては正しかった。あの年にしてソルジャーの精神だ。強いぞ彼は。クラスファーストぐらいいけそうですね。あれ2体のペルソナ覚醒を確認しました。荒垣さんの離脱を契機とすると思われます。今後もさまざまな変化が予期されますので中止体制を怠らないようにします。おかえり。えんやで。追い出されたって不思議じゃないのにまたこうして置いてもらって。これから荒垣さんのためにも力いっぱい頑張ります。あれ上誰もいないんだけど。あ、飲み物買おう。なんか月曜日に補充されるっぽいねこの飲み物。今更ながらに気づいたけど。え、今日はそうよ、おらんか。まあ、今回ここまでにしてタルタロス行く？タルタロス。せやな。ちなみにタルタロス 0% だ。みんな何してんの？ゲームセンターで遊ぶ。そういえば私ね、ゲームセンターって一回もやったことないな。まあでも次回タルタロス行くか。そうだね。いやちょっとイベントが盛りだくさんだったから、いやちょっとなんか緩和球大の意味でも次回はタルタロスだな。そうだな。いやちょっとなんかストーリー重くなってきたね本当。っていうかまああれか、だいぶあれか、屋久島の時点でもストーリー重くなってきたもんね。ちょっとこれからまたなんかあるんでしょうか。ちょっと気になりますが、いやお疲れ様でした。